今回のメインビジュアルにも安田さんに使用いただいている、作品で、これは、2013年ぐらいに、中之条ビエンナーレというところで、展示した作品です。で、調べるにあたっていろいろ調べるんですけど、つどアウトプットもしていきたいなと思って、こういうウェブサイトを作って、でここにこう調べたこととかをこうどんどん書いていくっていうようなこととかをしていました。新しい照明が出ては、古い照明がこうなくなっていくっていう、まあ、対象を繰り返してたっていう、まあ、そういう照明の歴史があった。でちょうど我々が展示をやるタイミングで、この、まあ、秋葉田海のギャラリーのスポットライトがハロゲンから全部 LED に変えますっていう話だったんですね。で、これすごいタイミングだったんですけど、数えている何か指を数えてるとか、なんかそういう映像を卒生で出したんですね。タイトルが Someone's Missing っていう展示なんですけど、まあ、誰かがいなくなっちゃったみたいなテーマでやってて、の音声聞く作品もあるんですけど、奥の部屋行くと映像が1個あって、隣で写真がこうスライド 35mm のプロジェクターでスライドで動くみたいな作品で、この映像とあのさっきのちっちゃい映像は誰でも見れるので、ウェブに上がってるのでぜひ見ていただければと思うんですけど、剣術で、野牛進化流っていうのがあるんですけど、知ってる、有名なのかな、こういうのって。わかんないです。え、わかんないですか。わかんないです。誰かわかると言います。わかんないです。え、野牛進化流って何だと思います。いや、剣術の流派なんですけど、もともと鍵流っていうのがあって、それの、枝分かれして芯がついて芯かげるっていうのがあって、それと他に月かげっていうのもあって、つまりその月を理解することによって相手と向き合った時の関係性を、要するに構築されたっていうことがあるんですよね。わかります、言ってること。いや、なんとなくわかりますね。僕剣道やってたんで。ああ、じゃあ、はい。その、間合いの一瞬の、状態を、つまり、相手の動きを見るになって、その、気同士の、こう作り上げた関係性をその場で理解して、それを制するっていうのが、その、水星月とかの極意なわけですよ。そういう意味で言うと、そのね、星田さんのっていうのは、つまり、見えないものをね、見えるようにするっていう意味での、そういったね、いろんな形の作品の一つの表れなのかなっていう、感じがしました。はい。不安っていうのを考えたときに、一つのね、それが満たされるなり、満たされないっていう説明の物語っていうのはよく出てくると思うんですよ。だからそういう場合で言うと、社会的な不安のある人っていうのは、例えば宗教に行ったりとか、まあ人に行ったら政治的なね、行動をする人もいると思うんですけど、それって大きな物語っていうね、ものを欲してるからでもあるわけですよ。それ逆に言うとね、不安っていうのを、描くためには、その物語っていうのね、中で自分の位置がどう欠落してるかみたいなね、話っていうのは出てくると思うんですけど、斉藤さんはそういうのとは違ってて、むしろそういったね、存在がね、そのものがその不安っていうか、そういったものが断片的に出てくるっていうのは、ちょっとそのと違うところの面白さなんじゃないかなと思いましたよね。あれをダンスっていうふうに言ってたんですけど、あれはどっちかというと痙攣してるような感じでね、受け取るっていうかね、うん、だからそれがすごくダンスっていう表現ちょっと面白いなと思ったんですが、映像の中で言うと枝であるとかね、人間の、肉体であるとか、そういったものを断片的に積み重ねていって、一つのね、詩学ね、詩学って ポエムの詩です、の学問の詩学ね、詩学っていうのは積み上げていくっていうのは、面白いなとは思いますよね。はい。なので、光っていうことで言うと、月を見てる時の、空気の揺らぎっていうのも、
あのきっとこう JavaScript の上に絶走してこれから行かれるのかなと思って、ちょっとすごそうだなと思って。めちゃめちゃ高度なあれですね。ご期待されました。はい。そこまでできるといいですね。ちょっと、ね、そうですね、さんとかのお力を借りながらだったらできるかもしれないですね。そうなんですね。もう昔は日本はこう照明は地面に置いてたんで、こうアンドンとか、はい、その時代のやっぱ独特な照明文化っていうのがあったんですけど、やっぱこう近代になってきて何かちょっとこうおかしくなってきてるなっていうのはあるんですよね。なんか見た目が結構似てるから、こう分身的な存在として私は捉えてて、割とこう記憶の共有とかもこう なんて言ったらいいんだろう、すごい不思議なこう便利な箱だと思ってて、こう別名保存されてる記憶がこうそれぞれあるから、子供の頃とか生活してて、なんかそういった意味で分身的なものと捉えてて、なんか映像で出てくれたら面白いかなと思ってたら出てくれたっていう感じですかね。すごく漫画的で面白いですね。